皆さん、こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。のどかな海町にあるマロニエ産婦人科医院で働く35歳の産婦人科医、雪宮鈴、吉高由里子さん。ある医療裁判がきっかけで大病院を追われた彼女は、命の始まりと終わりが繰り返される毎日や、窮屈で息苦しい社会の中で心がすり減り、誰にも本音を語らず、孤独な毎日を過ごしていた。そんなある日、鈴は息抜きのためソロキャンプへ出かける。一人で酒を煽り、燦然と輝く星空を見上げたその時、彼女の前に一人の美しい青年、柊一星、北村匠海さんが現れる。どこから来たのか、何者なのか、彼は何も語らない。息が白くなる冬の星空の下で、何枚も何枚も、鈴に向けてシャッターを切る一星。しかも、鈴の酒を勝手に飲み始めたかと思えば、寒さに震える彼女に、自分のマフラーを懐疑しく巻いてくる。やけにずうずうしくて、でも慈しむように優しくて。不思議な青年に戸惑いつつも、酒の力も相まって、そのまま、鈴と一星は、キスをして。翌朝、微妙に記憶のない頭を抱えて目覚めた鈴は、一星は、何か、手でサインを伝えたまま、去ってゆく背中を見送る。あれは、夢だったのだろうか。非日常な思い出を片手に現実に戻った彼女は、やがて、一星から送られたサインの意味に気づく。お前のゲロは、全部片付けた、バカ女。そう、実は、一星は、手話で悪態をついていたのだ。それでもこの出会いは、やがて、お互いにとって、かけがえのない、運命の出会いとなることに。音のない世界を生き、映画鑑賞に、キャンプに世界旅行にカメラと、多趣味で自由奔放、心のままに人生を謳歌している一星。世界中に友人を持ち、自信に満ち溢れ、どこまでもフラットで、コンプレックスもない。そんな、10歳も年下で、時々妙に強引で、子供っぽいけれど、どうにも目をそらすことのできない輝きを放つ彼に触れ、様々な既成概念に押しつぶされて窮屈に生きる鈴の心はどんどん解放されてゆく。2023年1月17日火曜日午後9時スタート、テレビ朝日系連続ドラマ星降る夜に。これは命の始まりと終わりを司る二人が世間の決めた概念を超えて愛を知ってゆく物語。花子とアン、東京タラレバ娘、最愛、といった大ヒット作を多数経て、2024年放送の NHK 大河ドラマ、光る君へ、で、主演の座を射止めるなど、今や、押しも押されもせぬ一流女優となった、吉高由里子さんが、テレビ朝日の連続ドラマでは、初主演を飾ります。そんな、吉高さんのお相手役を務めるのは、北村匠海さん。君の膵臓を食べたいや、東京リベンジャーズなどの大ヒット映画をはじめ、テレ朝の連続ドラマ、虹色カルテでも、鮮烈な印象を残し、ロックバンド、ディッシュのボーカルでも人気と、多彩な才能を持つ彼が、今回は、ピュアラブストーリーに真っ向から挑みます。そしてもう一人、ディーン・藤岡さん演じる45歳の心優しき、ポンコツ天然、新人ドクター、佐々木真也も、重要な役どころで登場。25歳、35歳、45歳、ヒロインを挟んで、恋はまさかの、上下に10歳差のトライアングルラブに発展。そんな予感もはらんだ恋模様からも目が離せません。さらには、千葉雄大さん、三石健さん、水野美紀さん、猫背椿さん、永井美智香さんといった豪華なキャスト陣が名を連ねます。そんなキャスト陣の魅力を最大限に引き出してくれるのが、脚本を手掛ける大石静香さん、メイン監督の深川義弘さん、劇中音楽を担当する徳田雅宏さん。脚本を手掛ける大石静香さんは、
セカンドバージンや大恋愛、僕を忘れる君と、あの時キスしておけば、など、珠玉のラブストーリーを次々と生み出し、吉高さん主演の大河ドラマ、光る君へを手掛けることが決まっています。メイン監督の深川義弘さんは、映画、白夜行や神様のカルテシリーズ、虹色カルテなどで、温かくも美しい世界観を表現し、類いまれなる手腕を発揮されています。劇中音楽の徳田雅宏さんは、アンナチュラルや観察医朝顔シリーズ、ミュー404などを手掛けた実績があります。数々のヒット作を生み出してきたヒットメーカーが大集結したこのラブストーリー、1秒たりとも目が離せなくなること、間違いありません。ここからは、三角関係に発展しそうな主要キャストの3人からのコメントをご紹介します。雪宮すず役、吉高由里子さん。星降る夜にに参加する心境。知らなくていいことに続いて、また、大石さんと一緒にドラマができるということで、すごく安心感を覚えると同時に、もうドキドキです。パワフルすぎて普通じゃないですからね、あの女性は笑い。今回の脚本も、最初からパワフルで情熱的、そして、言葉も描写もダイレクト。一星とのキスシーンも、ド書きが暴れてるんですよ、笑い。私はこれまで、お仕事ドラマが多くて、こういった直球ラブストーリーには、あまり出演したことがないので、とにかくしがみついていかないと、こちらも挑戦させていただきます。という心境です。クスッと笑える部分もあるし、ただの胸キュンだけではない、心癒されるヒューマンドラマでもある。どんなラブストーリーになっていくのか楽しみです。雪宮すずというキャラクターについて、すずは自分の中に塞ぎ込んでいる部分もありつつ、誰に対してもフラットな女性だからこそ、音のない世界で生きる一星に対しても気負わずにずかずか行くし、逆にずかずか来る一星のことも受け入れるのかなって思いました。そんな中で一星と恋に落ちたすずが、やがて深夜の悲しい過去を知り、関係性や寄り添い方が変わっていくんです。一口にラブと言っても、心の通わせ方や寄り添い方って本当に人それぞれ違う。3人の関係性を通してどんなラブが表現されていくのかなって、そこも楽しみです。手話の練習について、まだ北村さんとはレベルが全然違いますけど、ゆっくり牛歩で練習しています。笑い。手話って難しいですね。でも、それぞれの動作の源にある意味をたどっていくと楽しいです。このドラマを通して、多くの人が手話に興味を持ってくれたら嬉しいなって思います。お二人の印象。北村さんには、金髪のお兄ちゃんが歌ってる、喧嘩してる。みたいな、やんちゃで尖っているイメージを勝手に抱いていたんですよ。でも実際にお会いしたら、オブジェかのようにすっごく落ち着いていて、笑い。静かーに、穏やかーに、人の話を聞いている感じで、意外でしたね。オディーンとはちょこちょこお会いする間柄なんですけど、イメージ通り、すごくレディーファーストな王子様です。だから、今回は、どうやったらヘッポコになれるんだろう。結果、かっこよくなっちゃうんじゃないの？って、私も楽しみで。ただ、実はみんながいじらないだけで、オディーンはすっごい天然なんですよ。今日久々に会って話しただけでも天然発言がすごくて、もはや私は、オディーンと目が合うだけで、壺に入って笑っちゃう時があったので、今回も大変です。現場でオディーンのポンコツ芝居を見たら私、もう笑い袋みたいになっちゃう、笑い。今回の現場では、もっともっと面白い一面を見つけたいと思います。柊一星役、北村匠海さん。星降る夜にに参加する心境。僕が演じる一星は手話をするのですが、序盤にものすごく下ネタのセリフが多くて笑い。だから、手話のレッスンも、そういう話題から練習スタートで笑い。でも、おかげで、手話での演技に気負って凝り固まっていた自分も解き放たれましたし、一星のキャラクターが、たった一言のセリフからもわかる、すごく面白い脚本だなと思います。
実は最近はヤンキーの役が続いていたので戦ってばかりだったんです。笑い。だからこうやって血や泥をすべて拭って直球ラブストーリーに参加できることがすごく楽しみでした。今回は虹色カルテでご一緒したスタッフさんが多く、現場の空気がすごく温かいので、みんなと一緒に肩肘張らずに歩みながらトライアングルラブを演じられそうだなと。吉高さんは学生時代に蛇にピアスを見てから憧れの女優さんでもあったので、今回共演することができて夢が叶ったような気持ちです。なので吉高さんとのキスシーンは、僕は今からドキドキしています。笑い。手話の練習について、手話を教えてくださるろう者チームの皆さんが底抜けに明るくて、そしてかっこいいんです。振動が心に響いてくるメタリカのような音楽も楽しんでらっしゃって、ヘビーな音楽で骨とハートを震わせるんだな、超かっこいいなと思って。車も運転するし、表情も豊かで話も面白いし、大人ある世界で生きる僕たちと何も変わらないんですよね。レッスンの休憩の時なども雑談で盛り上がったりしています。ヒイラギ一世というキャラクターについて、一世はそこにいるだけで場が明るくなって空気を変えてくれるようなキャラクターなんです。それこそ喧嘩もするし、よく笑うし、そしてめちゃめちゃ嫉妬もする。手話は日本語よりも直接的な表現も多いなと思っていて、そういういろんな気持ちを手話でどう素直にまっすぐ大きく伝えられるか、そこに一世の良さも現れると思うので、演じる上でのテーマだと感じています。表情や体全体を駆使して頑張りたいと思います。お二人の印象。基本はオブジェスタイルでやらせていただいている僕と違い、笑い。吉高さんはすごくまっすぐな方です。1回目の手話レッスンで初めてお会いしたんですが、今日は音声言語は禁止ですとアナウンスがあったのですが、隣でこれ何、あれどういう意味、あ、わかった、これだよねと話されていて笑い。実を言うと、僕は初めてのレッスンで緊張していたので、吉高さんのそのまっすぐさに助けられました。ディーンさんとは今日初めてお会いしたのですが、僕も早くおディーンさんと呼べるように距離を縮めたいです。ディーンさんはドラマでも音楽面でも完璧な方というイメージを持っていたので、今日お話を聞いていろんな面を垣間見られたら嬉しいなと思いました。そしてこの二人の笑いのツボをそっと隠すのが僕の役目なのかなという感じもしています。笑い。佐々木真也役ディーン藤岡さん。星降る夜にに参加する心境。大石さんとは2017年にトットちゃんでご一緒させていただき、脚本の中に優しさがあるなという印象を受けました。今回の脚本もラブストーリー要素やコメディ要素、いろいろな要素がある中で、今の日本の時代性に当てたメッセージがすごく明確に感じられて、世の中に必要とされている作品だと感じました。また今回はトライアングルラブという側面もありますが、星座が織りなす冬の大三角っぽくていいですね。作品タイトルもバッチリですね。佐々木真也というキャラクターについて、真也は一言で言うとゆるキャラだと思っているので、笑い。そこを目指して頑張ります。またなぜそういう人物像になっていったかという彼の過去と文脈が後々見えてきた時に、彼の中に息づく人間愛というものに対してきっと多くの人が共感してくれるんじゃないかなと、そんな役目を負っているキャラクターだとも思っています。ポンコツキャラを演じるにあたって、ことあるごとに変顔になったり、廊下を走って人にぶつかり尿コップをひっくり返したり、そういうポンコツぶりが出るシーンはアクションシーンだと思って挑もうかと笑い。実は見せ方の加減についてはまだ全然わからないんですよね。そこは作風によってくると思うので、現場で監督の要望やキャストのみんなとのテンションを考慮しながら、うまい落としどころが見つかるといいなと思っています。全話を通して楽しみなシーン。
男たちで銭湯に入るシーンです。笑い。撮影は大変な予感もありますが、いろんな意味で整うシーンになるのかなと楽しみです。お二人の印象。ゆりちゃんは僕よりも天然で自由だなぁと感じる人、そして名酒を飲んでいるイメージですね。笑い。僕も彼女とは目が合うだけで笑いが止まらなくなるので、今回はそれで撮影時間が押さないように気をつけたいと思います。ちなみに先ほどゆりちゃんは僕に対して今回はいじり役に徹すると宣言しましたが、今回は役柄的にもいじってもらった方がやりやすいかもしれませんね。笑い。北村くんに対してはワイルドなイメージを持っていました。彼の基本スタイルだというオブジェスタイルはまだ目撃していないのですが、笑い。それを切り崩していけるよう3人で撮影時間が押さない程度の笑いを共有しながら楽しくやれたらいいなと思います。理屈や常識、世の中にはびこる様々な既成概念を全てひっくり返す純度 120% で描く本能の恋。星降る夜に、2023年1月17日火曜日午後9時スタート。お楽しみに。今回は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。